おはようございます。米粉パン教室アトリアル講師の大西涼子です。今は教室の運営とかね、開業のサポート等々もさせていただいております。この、アカウントの方ではね、お教室これから開業したい方とか、開業して集客の方法を学びたい方向けのね、ライブを発信しております。ゴールデンウィークも挟んでね、ちょっとこちらのアカウントの方では久しぶりのライブになりますが、皆さんお元気でしょうか？ゴールデンウィーク楽しくゆっくり過ごせましたでしょうかね。はい、今日のテーマなんですけどもね、なかなかね、こうゴールデンウィークがあるとよしやるぞってなる方と、あ、もうゆっくり休んだし、ちょっとね、テンションが下がってる、あ、なんか頑張る気しないみたいにモチベーションが下がってる方と2パターンあるかななんて思っておりますが、早速ね、そこで今日のテーマなんですが、よいしょ結構ね、あ、ぐちゃさん、いつもありがとうございます。おはようございます。今日もね、10分15分聞いててください。うん。ゴールデンウィーク挟むと、どうしてもね、モチベーション下がったり、計画通りいかなくてね、1月に立てた目標、よしやるぞって1月はね、スピッツ頑張ってダッシュして、4月の新生活でバタバタして、ちょっともろもろと崩れ始めて、で、ゴールデンウィークを挟んだらね、また、なんか、ね、よいしょするのがスタートが大変っていうね、ご相談等々もよく受けたりするんですよね、うん、実際ね、皆さんと個別相談がもうまたね、ゴールデンウィーク明けてスタートしたんですけどもね嬉しい、コメント後で読ませてください、ありがとうございます。そうなんですが、ね、4月書かせていただいている言葉ね、読み上げますね。4月は新生活バタバタ、ゴールデンウィーク挟んでね、立った目標が崩れてモチベーション下がってませんかということでね、よく個別相談でちょっとモチベーションが上げてください先生ってね、昨日言われたので、モチベーションを上げれるようなテーマで今日はお話しさせていただこうと思っております。みこさん、パンさん、おはようございます。りょうこ先生見たら元気になりました、嬉しい本当にそのコメントで私もモチベーションが上がる感じなんですけどもね、嬉しいです。ちょっとでもね、元気になっていただいて、モチベーションね、こちらのライブで上げていっていただけたらとても嬉しく思います。はい、なのでね、今日はモチベーション、よくね、グループ相談とかしててもね、実は今日ね、モチベーション下がっててグルコン参加するかどうしようか迷ってたんです、でもね、みんなと話して、よかったです、モチベーション上がってきましたってね、なること多々実はあるんですよね。もう人間だもの、下がりますし上がりますし、女子は特にね、私だって時々あります、あるかな。私の場合はそうですね、すごい爆下がりするってことはないんですけど、やっぱり寝てない時と、ね、仕事溜まってて寝てない時とお腹が空いてる時はね、下がりますモチベーションなのでみんなあると思うんですよね、モチベーション下がる時。そんな時にね、聞いていただけたらと思っております。うん、朝ね、忙しいからね、何かしながら耳だけでも聞いてていただけたらと思います。かおりさん、ありがとうございます。りょうこ先生、おはようございます。まさに耳が聞きたいテーマです。やったこれテーマにしたかったんです。今日ね、5つのモチベーション爆上げする方法をね、ご用意しましたので、何か1つでもね、参考になれば嬉しく思います。よいしょ、今日朝ね、私も頑張って朝はバタバタなんですが、子供の寝送り迎えにはい、行けっていうのにね、バタバタなんですが頑張って作りましたゴールデン、今日のご相談、ゴールデンウィーク明け爆速でモチベーションを戻す方法知りたいですということで、うん、本日は私の考え、今日もね、お伝えさせていただきます。ポイントは中間目標の設定、うん、どういうことっていう方もね、最後までよかったら聞いていっていただけたらと思います。ポイントは中間目標の設定です。私の考えるね、モチベーションを爆上げする方法の話を今日はさせていただきます。1つ目、今日5つお話しさせていただきます、モチベーションを爆上げする方法。私が思う、ね、私がやってること5つ、うん、皆さんにアドバイスさせていただいてること5つを、ね、お話しさせていただきます、うん、まず1つ目、目標。きっとね、こちらのライブを聞いてくださってる皆さんはね、目標高く、ね、やりたいことがあって聞いてくれてるかなと思うんですが、一度ね、こうモチベーションが下がってる、ゴールデンウィーク挟んでちょっと私やる気なくなってきてるな、モチベーション上がらないなって時は、一度目標再確認してみてください。うん、最終目標はね、大きくて全然いいと思うんですよ、うん、なんですが、私はね、ちょこちょこしてます。頑張ったら、ちょっと頑張ったら叶えられる1週間の目標とか2週間の目標とか、あんまりこう半年間かけてとか1年かけてって結構しんどく、途中でね、モチベーション下がっちゃうかなって思うんですが、最終目標は大きくしてほしいんですが、その中間目標をね、コツコツ
ちょっと頑張ったら叶えられるような目標にしてみるのが女性は特におすすめです。女性ってね、割り切っちゃったんですけど、なんで女性は特にそうしないと回らないかっていうと、何かとね、最初目標立てた時はやり気がね、あってね、よしやるぞってなるんですけど、何かしらハプニング起こりますよね。起こるんです、女性は特に。男性はね、まあ、今ってね、共働きで男性も協力的な方すごく多いですし、うちの旦那さんももうどちらかというと子育て私はお旦那に任せてるところがあったりするんですけど、そう、基本的にはね、女性がやることの方が家庭的なことは多いんじゃないかなと思います。うん、あとね、子供のことだけじゃなくて、ね、介護とかも入ってきてる方がやっぱりいらっしゃいますし、何かしらちょっとした思ってもみなかったことって絶対起こるじゃないですか。起こっちゃうんです、私も起こっちゃってます。うん、なのであんまりこう大きいといろんなトラブルがあってそこで挫折しちゃうので、中間目標、ちょっと頑張りを叶えられるところをこまごまと決めていってあげた方が女性はいいんじゃないかなと思います。うん、女性はそうしないと何かしらあります。子供の PTA デーとか、なんかね、ここにこんな予定が入ってきてとかちょこちょこあったりするので、少しずつちょこちょこと中間目標小さく、一歩一歩進んでみるのがおすすめです。達成感ありますしね。達成、大切なのは大きすぎる目標ではなくて、完全にスルッと叶えられる目標ではなくて、ちょっと頑張ったら叶えられる中間目標を細々と決めていくのが一つ目のおすすめポイントになってきます。モチベーションを爆上げする保ち方、爆上げって書いてあるんですけれど、保ち方って言ってもいいかもしれない。まずはね、一回落ちてしまった時は目標を再確認してみてください。2つ目、今日ね、何の話をしているかっていうと、目標、モチベーションです。目標じゃない、モチベーションですね。すいません、モチベーションがちょっと下がってきたなって時に、見直してほしいこと5選をお話しさせていただいております。2つ目、コミュニケーションを取るのがおすすめです。一人でね、こう下がってるとわーって下がっちゃうのでそう、周りの人とねコミュニケーション取ることによって、やっぱりね、気分転換になるかなと思います。で、気持ちを共有してみてください。私なんてまた叶わなかったってどんどん下がっちゃうので、そうじゃなくて、なんか人と喋ってたらスッキリしますよね。で、ここでポイントとなってくるのは、やっぱり同じテンションの方、同じような心立ちを持つ人とコミュニケーションを取るのがやっぱりおすすめかなと思います。わかるわかる、もうね、愚痴ばっかり言ってるところに入ってしまうと、一緒になっちゃうんじゃないですか。じゃなくて、目標がある方、同じような志を持った方とコミュニケーションを取るとやっぱり気持ちも上がってきますよね。なのでね、おすすめなのはやっぱり同じ志を持つ人とコミュニケーションを取ること、お知り合いになること、とても大事。今ってね、つながれるじゃないですか、同じ目標を持った方と。例えばね、インスタで知り合うことだって今だったら簡単にできたりしますし、なんならそういうね、サロン、私もね、サロンしてるので宣伝ではないですけど、そういうところに入って、そういう会に出てみるだけでもね、割とこう、私のね、サロンでもグルコンって言ってグループミーティング月1でさせていただいてたりするんですが、皆さん最後はモチベーション上げて帰ってくれてるななんて思いますので、そういうところでね、コミュニケーションを取っていく、一人で悩むと悩まないっていうのも一つおすすめ、モチベーションを爆上げする方法だったりします。はい、3番目、今ね、何の話をしているかと言いました。モチベーションを保つ方法、爆上げする方法、下がってしまったものをね、上げる方法と、あとは維持する方法っていう話をさせていただいております。もうなんかずっとね、淡々とするのって私は苦手だったりして、いろんなことやりたいことっていっぱいあったりするんですけど、ご褒美設定してあげる、私はしてたりします。皆さんどうですか？ご褒美設定してますかね？ダイエットもそうですよね。ダイエットね、したことない方ももしかしたらいるかもしれないんですが、こう、例えばね、5キロ痩せるぞ、10キロ痩せるぞって思った時にね、ずっと淡々とするのってやっぱり途中でモチベーション下がってくるんですよ。私は万年ダイエッターだったりするので、食べるの大好きな万年ダイエッターだったりするので、そう、1ヶ月間頑張ったらこれを買ってあげようとかね、1週間頑張ったら、私は結構ちっちゃいのが好きなので、1週間ごとにご褒美は決めてたりするんですけど、また夏に向けて頑張らなきゃなと思いながら、目標も、自分の目標もそうですよね。やっぱりこう、ちょっとしたご褒美を設定してあげるだけで頑張れたりしませんかね。例えばここまでやったら好きなおやつを食べるとかね、ちっちゃな、ほんとちっちゃなご褒美でね、モチベーションを維持、これを上げるというよりは維持してあげてください。3つ目、自分の中でのご褒美を設定してみてください。今日5つ用意しました。はい、
チベーションを爆上げする方法、下がったねモチベーションをどうやって戻してくるか、回復させるかってところでね、4つ目、新しいことに挑戦する。これで、ね、新しいことに挑戦するのはね、今の季節ぴったりなんじゃないかなって思っております。うんね、なんか冬に新しいことってなんかねテンション上がらないけどね、今年もう3分の1が過ぎたのかな。もうすぐ6月ですもんね。まあ、もうちょっとかかるけどそうそう、いつの間にか3分の1過ぎててね、なんかなんだろう、半年6月までに何か達成したかったら今がね、何か始めるには絶好のタイミングなんじゃないかなっていうのは皆さんによくお話しさせていただいてたりします。で、同じこと続けるとやっぱりねモチベーションちょっとどんどん下がっていきませんかねごめんなさいね、ちょっと飲ませてください。そう、なのでちょっとね、何か新しいことをやってみるっていうのもねすごくおすすめだったりします。ただね、何でもいい新しいことっていうよりは自分の目標達成に役立つ何か、に参加してみる、新しいことに挑戦してみるっていうのがすごくねおすすめかと思います。あ、小路尾形まやさん、ありがとうございます。あ、嬉しい、背中押してもらいました、頑張るぞって気持ちです。嬉しい、そうやって言っていただけることが嬉しいありがとうございます。モチベーションね、みんなで上げていきましょうね。ありがとうございます。そう、なんかね、知らない場所に飛び込むのってね勇気いるかなと思うんですけどもね、知らないところにちょっと入ってみるとね、自分の能力にね、新しい能力に気づけたりするんですよね。私ね、今はこんな感じでね、もうライブにも慣れてきたのでお話ねさせていただいてるんですが、昔の私を知る方だったらちょっとびっくりされるんじゃないかなと思うぐらい引っ込み思案だし、人見知りだし、前に出るの苦手なんですね、実はね。そうなんですが、いや、こういう、なんだろう、私もそういうサロンに入ったんですよね。皆さんが頑張ってるお教師の先生が集まる、グループに入ったことによって、あ、意外と私みんなの前で喋るの苦手だったと思ったけど好きかもって気づいたんですよね。そう、なので知らない場所にね頑張ってちょっと一歩を踏み出してみると、新しい自分の、能力に気づいたりするんですよね。あ、好きなことに気づいたりするので、新しいことをやってみるっていうのもねモチベーションが上がりますよね。ニコさん、パンさん、コメントありがとうございます。涼子先生の講座やサロンのおかげでモチベーション激下がりの3月から這い上がれました。一人じゃ無理でした。嬉しい、そう言っていただけて。ニコさん、パンさん、でも大人気ですね。認定講座ね、これからスタートするんですけど、もうね、あっという間に満席だね。大人気の先生にそう言っていただけて、私もとっても嬉しく思います。ありがとうございます。そうなんですよね。やっぱり一人だと下がりますよね、モチベーションね。私もそうです。皆さんがいるから、こんだけ頑張れてます。もう頑張ってるって感じじゃなかったりするんですよね。もう楽しい、今頑張ってやるっていうよりは楽しくやらせていただいてるって感じです。アトリエニコさんもコメントありがとうございます。自分で自分の可能性は狭めちゃダメですよね。いつもね名言をくれます。そうなんですよ、自分で自分の可能性狭めちゃダメなんですよね。そう、あと気づいてない方も結構いらっしゃる、本当に思うんですよね。みんなね、教室業をやりたいっていう先生って方ってね、皆さん人助けしたいとか人に喜んでもらいたいっていうね持ち主なので、みんないい方なんです。優しくて人思いで、人間思いで、ただ自分の能力に気づいてないというよりは、なんだろう、マイナス思考ではないんですが、もっと前に出しちゃっていいかなと思ったりします。自分のいいところをどんどんね出していっていただけたらと思っております。気づいてないのかもしれないからね、自分の可能性をね狭めちゃダメです。出していかないとやっぱ気づいてもらえなかったりするのでね、すごいいいコメントありがとうございます。あ、コメコアレメさん、いつもありがとうございます。おはようございます。今の自分にドンピシャの内容でした。悩んで個別相談申し込みました。個別相談楽しみにしてます。私もお話できるの楽しみにしてます。ありがとうございます。そうなんですよね、やっぱり一歩踏み出したらあとはね楽しいことが待ってたりするので、ちょっと下がってる時こそ何か新しいところにねエリアと申し込んでみるのすごくおすすめだったりします。皆さんのコメントがとっても嬉しいです。ライブならではですよね、こうやってね直接コメントいただけるのってね。4つ目、そうは言っても人間だものストレスね溜まりますよね。ストレス溜まった時が一番モチベーションって下がると思うんですよね。なので自分の中でちょっとこう下がってきたなっていう時に、これやったらスッキリするとか、解消できるっていう何かを決めといてあげると、モチベーションって戻ってくるかなと思います。ストレスってね本当モチベーション下がる原因の一つです。で、みんなあの人絶対ストレスな
いよねとか自己肯定感高いよねとかね、あのなんだろうな、下がりづらいって思ってる人はきっと上げるスイッチを持ってるんじゃないかなと思ったりします。うん、すごいポジティブに見える人ってねいらっしゃるかなと思うんですが、ね、あの人いいね悩み事なさそうとかって思ったりする人いますよね。うん、なんですがそういう方はきっとこう切り替えが早い、うん、かなって思います。うん、こんなことがあったらガーンっていうこの期間が短いんだろうな、でもこれあるからいいやまあいっかっていう切り替えがすごい上手なのかなって思ったりします。うん、その切り替えができるためにも何かしらね、あこの音楽聴いて気持ち上げようとかちょっと外の空気吸いに行ってみようとかちょっと体を動かしてみようとか自分がねこれやったらストレス解消になるモチベーション上がるっていう何かを一つでもいいのでね持っとくだけでも切り替えできるかな、早く切り替えできるんじゃないかなと思ったりします。ありますか皆さん、これやったらストレス解消できるとかモチベーション上げれるとかね、何か一つでもね、うん、見つけてあげるとね怖いものなしかなと思ったりします。こうね下がりやすい時期に、うん、私はね妹と喋ること妹と喋りながら外を乱入することがね結構ストレス解消とかだったりするんですけどね。うん、皆さんもね何か一つでもストレス解消があるとモチベーションググッと上げられるではないでしょうか。はい、ではでは今日もねざざっとお話ししてしまいましたが今日のテーマです。モチベーションを爆上げする方法、むしろねこう爆上げというよりも下がらない方法、維持できる方法っていうところをね今日5つお話しさせていただきました。ゴールデンウィーク明けねこういやよしやるぞって思ってる方もいれば、あーちょっとってなってる方もやっぱりいらっしゃるかなと思います。そんな時、うん、5つこの5つをね思い出していただけたらね、うん、何かね、気持ちの切り替えスイッチになればいいななんて思っております。本日のまとめです。1、目標再確認してみましょうね。何だったっけっていうところ、自分の目標でゴールが遠いんだったら一個一個の中間目標、頑張ったら叶えられる中間目標をね決めていきましょう。よいしょできない方、皆さんね当たり前だけどよいしょするのって初めてのことで勇気いると思うのと、あと完璧にならないと次に行けない方も結構見てると多いかな。完璧主義っていいことなんですけど、でもね完璧って来ないんですよ多分完璧にこれ完璧になったら発表しますとか、これ完璧にならないと次行きませんって言うんですけど、完璧ってやっぱり時間かかるし、自分ね完璧主義な方ならなるほどそれ、ね、完璧主義な方ほど時間やっぱりかかってしまうので、もう今ってねスピードの時代だったりするので、私は3割でも出していいんじゃないかなと思います。うん、出してみてそこから修正と調整繰り返しながら進む方が結果的に早いんじゃないかなと思っております。うん、そうなんですよね。なので言ったこと有言実行しないと気が済まないですっていうのは、分かるんですけどね私も大きいことを大きい口叩いてできてないことって実は多々あったりするんですけど、なんですがとりあえず言ってみると行動できませんかね。私結構中田のあっちゃんの YouTube 好きでねちょこちょこ見てるんですけど、多分中田のあっちゃんが言ってたと思うんですけど、座右の銘がね有言撤回ですって言ってて、ああいいなって思ったんですよね。うん、とりあえず言ってみる、でもダメだったら撤回する、それを繰り返したんでいいんじゃないかななんて思っておりますよ。うん、あ、みこさんありがとうございます。完璧主義なので気をつけます。今日もライブ神回でした。もういつも嬉しいこと言ってくれる、ありがとうございます本当に。そう、まずはやってみる。うん、完璧主義もいいんですけどね、有言撤回もいいんじゃないかなと私は思っておりますよ。皆さんどうでしょうか。うん、目標再確認、コミュニケーション取る、自分にご褒美設定してください、新しいこと挑戦してみてください、ストレス解消法を見つけてみてください。よかったらね、何か一つでも、ね、自分、やっぱりいろんな性格があるからね、自分自身の性格や、ね、性格やライフスタイルに合ったね、方法を一つでもね、見つけてみていただけるととっても嬉しく思います。はい、こんな感じでね、毎日インスタライブさせていただいてるんですが、最近ね、不定期だったんですけど、どうですかね、ちょっと時間帯をやっぱり悩んでました。いまだに有限、また有限撤回になってしまうんですけど、12時半に戻してもいいですかね、9時にやるよとか言いながらちょっとね、ちょっと昼と朝、今日もね、またちょっと今バタバタしてたりするので、ちょっと12時半にまた戻そうかなと思ってるので、お昼になってもね来てくれいただけるととっても嬉しいです。あ、有限撤回いいですね。そうなんです、とりあえず言っちゃったもん勝ちなところあると思うんですよ。ダメだったらダメでした、こんなことやりますって全然いいんじゃないかなと思っておりますよ。香里さんありがとうございます。涼子先生今日もありがとうございました。有限撤回いいですね、よかった、みんな有限
とりあえず言ってみましょう。この方が絶対行動できるからね。ありがとうございます。最後にちょっとだけご案内させてください。宣伝になってしまって申し訳ないのですが、リクエストいただいてね、もしちょっと米粉パンのね、インスタライブの方で昨日ね、ご案内させていただいたんですけど、一クラスだけ満席御礼でも満席ですよってな、お話ししてたんですけど、一クラスだけ増枠させていただきました。火曜日の午後クラスです。火曜日の午後クラス、あと2名ぐらいかな、あと2名、ちょまだメール見てないので申し訳ないんですが、今のところあと2名ほどね入れます。よかったら興味ある方もうね、この認定米粉パン認定講座本気で最後になる可能性が大だったりします。また新しい講座もね、アドバンス講座をねどんどん増やしていきたいななんて思っておりますので、もしかしたら最後になるかもしれない米粉パングループ講座、平日火曜午後クラスです。あと2名様入れますのでね、気になる方は問い合わせてください。あ、嬉しい、12時半ご飯食べながら聞けるので好きです。いい、昼にしていい。ありがとうございます。で、6月で今期で最後になるというところでね、ちょっとだけ特典も多めにさせていただいております。少ないフォロワーでも結果につながる、数に頼らない集客法セミナーっていうのを6月にさせていただくんですけど、こちらのご案内はね、メルマガ読者さん限定で先行予約、明日からさせていただきますので、気になる方はぜひぜひメルマガチェックしていただけたらと思います。メルマガの方は、インスタアカウントの、リットリンクっていう URL をポチッとしていただくとメルマガに飛べますので、よかったらメルマガでもね、こういった教室会議を運営に役立つ情報を毎日発信しておりますので、よかったらメルマガの登録もよろしくお願いします。6月生の特典、数に頼らない集客法セミナーっていうのをね、5時間のなんか超魔のセミナーになってくるんですけども、リアルセミナーとオンラインセミナーあります。そちらにね、ライブを聞いていただいた方だけの特典です。皆さんには内緒でお願いします。6月生の、ね、限定の特典にはなってくるんですが、こちらに招待させていただきますのでね、気になる方は、LINE とお問い合わせください。で、6月生じゃなくてももちろんね、セミナー入れますので、セミナーのご案内をメルマガでさせていただいておりますので、メルマガの方もよかったら登録よろしくお願いします。といった感じでね、最後ご案内になってね、申し訳なかったんですが、気になる方はよかったら LINE くださいね。はい、ありがとうございます。こんな感じで、今後はちょっとね、昼にでもできたら毎日ね、皆さんのお役立ち情報を発信していけたらと思っておりますので、また聞いていただけたら嬉しく思います。では今日もね、いい一日をお過ごしください。コメントいただいた皆さんも、聞いていただいた皆さんもありがとうございました。またまた、失礼します。